イエンス・ノボトニーは西ドイツ出身の元ドイツ代表サッカー選手。ポジションはディフェンダー。16歳でカールスルーン SC へ入団。ここで実力を認められると1992年にプロ契約を交わした。すると1992から1993シーズンよりブンデスリーが最年少リベロとしてレギュラーに定着した。1996年に バイエル・レバー・クーゼンへと移籍すると、当時のクリストフ・ダウム監督によって、キャプテン就任を言い渡される。この時彼はまだ22歳であった。しかし、1994フィーファワールドカップ直前に、負傷、長期離脱を余儀なくされ出場は叶わなかった。結局代表デビューは1997年のウクライナ戦にて代表デビューを果たすも、 ローター・マテウスがいたため1998フィファワールドカップメンバーからも漏れた。ユーロ2000でようやく主力として認められるもチームは低迷した。2002フィファワールドカップ予選にて10試合に出場したが、本大会を前にした2002年4月、CL 準決勝、第2戦マンチェスター・ユナイテッド戦にて膝の人体帯を負傷。本大会出場を辞退した。また、 この怪我によりリーグ戦終盤を離脱。これが影響し、レバー空前はリーグ戦、国内カップ戦、CL のすべてにおいて準優勝の成績を収めた。翌シーズン1月に復帰を果たすも、再び同じ箇所を負傷。シーズンのほとんどをリハビリに費やした。やがて復帰を果たすも2004から2005シーズン2月に、またも大怪我により、長期のリハビリを余儀なくされている。 2006FIFA ワールドカップ直前の代表メンバー、体力テストでの結果が評価され、メンバーに選出。わずか1試合の出場ではあったが、出場機会を得た。2006から07シーズン、クロアチアリーグのディナモザグレブエース3年契約で、移籍した。2007年1月22日、慢性的な膝の故障のため、現役引退を表明した。ありがとうございます。